みなさーん、藤井葵です。よし、今日も定期生放送やっていきたいと思います。こんばんは。さてさて、キラーン、こんばんは、ありがとうございます。アンテナそう、ガンダム仕様です、今日はなんかおひな様みたい若干なんかね、時期的にも違うものに見えるんですけれども、今日はちょっと一緒に気持ちを分かるかなと思ってアンテナをつけてみました。はい、で、前回に引き続きガンプラの今回は16までお家で進め、15までお家で進めたので、今日16からやっていきたいと思います。で、左に映ってる部品もちゃんと今までの進捗までは消えてるので、そうなんですよ。もしなんか一緒にやってる方がいたら16から一緒にやりましょう。で、なんか一緒にやってくれてる人が、いや、やべえ、追いつかねえって言ってくれてるんだけど、多分葵の方が全然遅いから多分追いつくと思う放送中には。こんばんは。よし、ということでですね、早速ですよ。葵が、そう、今右下にカメラに出てるのが、そう、葵が今まで組み立てたところまでです。今日は一緒に作るぞ。おー、一緒に作ろう。で、6で作った頭部、4で作ったボディ、13と15で作った右腕、左腕。あ、これ16は説明、あ、もうガッチャンってしていいってことか、これ。はめなさいよってこと。あ、はめなさいよってことだ。オッケー。じゃあ、え、合ってるよね、ガンプラに詳しい職。待って、6で作った頭部ってこれ同じだよね、これと。あ、違う違うわ。アンテナが少ない方でいいんだよね。それ6で作ったとかもう覚えてないかなそうだね、アンテナが少ない方のことを言ってる気がする。よし、お、カチャンとはめます。キャー、顔ちっちゃい。いいですね、小顔ですね。すごい、ちゃんと首動くんだね、これ。で、4で作ったボディに左腕と右、この肩の部分がちゃんと外側になるようにね。これ昨日間違えてツイートしたらしいから、俺は合ってるよね、不安になってくるわ。いい、あー、いい、動く動く、すごい。だからな、こうだけ、あ、違う、なんていうのかな、こういう可動域だけじゃなくてこれもできるわかる、ということ。すごいね、ガンプラって。これができる、これが。でもう一つで、今日はこの間アルバムを買っていただいた方の特典で全員と差しっていうね、そうことをやるって言ってたんだけど、それのちょっとだけ進捗があるので、それも告知させてください。できた。よし、こんな感じかな。これで右腕、左腕と頭合ってるでしょ。こんな感じ。おー、なんかちょっと横向いてるけど、これは動くんでね。できました。いいね、かっこいい、かっこいい。できてきた、できてきた。いいですよ、いいですよ。うん、なんかこんな感じのね、車に構えてるね、ガンダムさん次、17、2個作る。そう、このちゃんと説明書の最初の方になんかマークの注意書きが書いてあったことに気づいて、なんかこのマークは2個作るって意味ですとか、これは反対側に取り付けるパーツっていうマークですとか、ちゃんと書いてても読まないかな。読めばよかったよ。B2 の11と、で、今日は先週失敗したことをちゃんと重んじて、机を大きくしましたこの間もこんなちっちゃい机でやってたから、すごいね、もうあっちゃこっちゃ行っちゃってたんだけど、今日はちゃんと机をね、しっかり用意したので置き放題となっております。はい、腕が上がるとは言ってない。11、この切る瞬間がたまらないですね。
いしょ。なんかピンセットさ、今日思い出してギリギリにやべえと思って、そういえばなんか言ってたと思ってピンセット探したんだけど、葵が持ってたのは毛抜きらしいピンセットはない。毛抜きとピンセットの違いが分からん。きっと誰かの家族の誰かの毛抜きを持ってきてしまったんだと思います。だから葵だけなんかトンチンカンなこと言ってたの。この間どっちの方とか言ってさ、理科で使う方がなんか先っちょが掴めるやつみたいな、どっちの話をみんなしてんのって、それ謎めいてたの葵だけだったねみんなはいやだからって思ってたのと、それはピンセットやない、毛抜きや。B2 と B1 の11、はい、もう覚えてきましたよ。白が B、 色鮮やかなのが A で、グレーが C、 あとは P、C、 完璧。これで葵も立派なガンプラーですからよ。爪楊枝で、そうそう、それも言ってたね。ほら、葵が住んでる近所は爪楊枝全部売り切れだからさオッケー。これそう、しかもあのちゃんと綺麗に撮れないと後々自分が困るっていうことにもね勉強になりまして、ちゃんと時間をかけてでも綺麗に撮る、これをしないと後々はまんない、なんでなんでみたいなことになります。はい、で PC の3、よし、 PC の3は2個あります。よし、でこれをはめるんですが、向きを間違えないよ、下から入れて、PC の3が斜めにならないように注意してはめ込んでくださいとのことです。はい、いやー、そう言われると余計な力が入っちゃう、緊張しますね。いいん、お、めっちゃ斜めになってる。早速むずっ、E ニッパーを使うといいよ。 E ニッパーっていうのはどのくらいのが、これはいいお値段ですかね。あ、これは斜めになってるのか、2個作る。いや、今日中には完成する計算でいます。みんなであのセリフを言っていきたいと思いますが、あー難しい、斜めになっちゃう。ほんとだ、これ注意書きしてくれててよかった。これ皆さん斜め判定許されるんじゃないでしょうか。これは斜めじゃないでしょう。どうですか歌劇団の皆さん。その間みんながあのこれは斜めじゃない判定をしている間に、青が次の工程を頭に入れておきます。木のシール、B2 の7と B1 の7をきれいに、これどう、まっすぐ入ってるよね。どうですか、斜め判定厳しい過激だね。どうですか、B2 の7と7、まあ、でもだいぶさ、具が減ってきたから見つけやすくなってきて、もう最初まずさ、これを見つけるのもさ、もう慣れてないから目がさ、もう7って言われても、そうだ、青い、あ、そうだ、7とこれが B2 だから B1 の7、うん、絡まってる、いいじゃん。 B1 の7、まあ、やっぱりあれだね、これを切り取るときにちょっと遠目に取っといて、一回外してからやっぱギリギリで切るっていうのが一番綺麗になるかな。台湾のアップルミュージックに葵さんの新しい歌がない悲しい。おお、そうなのか、マジか、そっ、あ、そうなのか、
あ、でもありがとうございます。聞いてくれようとしてくださって。そっかそっか。おお、どうしたらいいんだ。綺麗に取る。うわ、これはしでかしたよ。綺麗に取れないな。ちょっと台湾のあれだね、魔界の人に聞いてみるね。台湾の魔界の人にちょっと待っててね。ありがとうございます。いや、これは大割りだ。これはあの綺麗に取れてないぞ、これ。マイクマイクよいしょ。よして、木のシール、ほらほら、ピンセットじゃなくて毛抜きのお出ましですよ。よし、チェ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 、木これは確かにピンセットの方が良さそうです。木の細いところに、これさ、みんなシール貼るときはさ、端っこから合わせてんでしょ。端っこにまず中字で合わせて、なんかあの、おにぎりに海苔を貼るように、ずーっと引っ張っていく感じで。ああ、でも、でもいいよ。毛抜きナイスだよ、これ。全然違う。手でやるより。あ、曲がった。ちょっと待って。最後、なんでこんなまっすぐやってるのに、最後にこんなにずるずるってするのか。よいしょ。こうして、なんでだ？最後までちゃんと引っ張るときに曲がったらいけない。よし、これをみんなに。ノリ過激弾、ちゃんとまっすぐ腫れてるか審査してもらう。あ、で、そっか、それをさっきのに組み立てるんだね。あ、組み合わせ、どうですか。ノリ過激弾、綺麗に腫れました。まっすぐ。オッケー。じゃあこれと今あの下の靴みたいなのをパッチンってはめます。乗せる感じで置いて仕上げは上からお皿。なるほどね。ノリよしノリよし上から、あー、なるほどね。カッチンってはめるように。え、なるほどなるほど。あ、でもだいぶ手慣れてきたでしょ。あ、待って、これ取れてない。1個ぬめ取り、危なー。またほら柄だと思い込んで、危ない危ない。あ、いいよ。だいぶ慣れてきたね。順調順調。で、これ向きを間違えないの。下が長いして、よっしゃー、どうだ。オッケー、どうですか。できたー、じゃーん。で、19の工程まで来ましたよ。ちょっと細かくなるね。PC1、PC11、B18、B28。PC の1。同じ形がいっぱい。PC の1、PC の11。はぁ、ちっちゃー、ちっちゃいじゃん。ちっちゃいゾーン、ちっちゃいゾーン再び。と、
の8、B2 の8。なんかさ、動物ってどんどん進化したり退化したりするじゃないですか。なんか人間もね、退化してるんだってっていう話を聞いて。だからね、昔ってなんか靴とかもそんなになんかめちゃくちゃ性能がいいとかじゃないじゃないですか。で、今はもう靴ももう履きやすさとか性能が良すぎて、小指の爪っていうかもう小指自体がどんどん短くなってきてるんだって。すごくない？人間もそんなになんかいろいろ変化してるんだと思って、なんかそもそもなんでなんか爪があるのかみたいな、なんかそれは足で歩くときにこう支えるときにこう爪で硬いものがあるからこうグッとこう踏ん張れるために小指、あんなちっちゃくても小指に爪があるっていう話で、でもその踏ん張る必要がないぐらい靴の性能がいいから、今生まれてくる子たちの中で昔の人と比べると長さが短いんだって。へえ、すごいよね。なんか動物とか魚だけかなとか思ってたけど、そんなに違うんだと思って。携帯が出るまでは電話番号モバイル、なるほど。いや、確かにそういうこともあんのか。別に今覚える必要ないもんね。なるほどね。で、なんか手首のさ、ここんところ、ここに筋あるじゃん、なんかここに2本で、それもなんだっけな、猿が木に登る時にこう突っ張るための筋、こううってするための筋であって、今の人間はその筋はいらないから、2本じゃなくて1本の人がいるっていうのも聞いた。へえ、そんな違いがあるんだね。てかここの手首の筋は木に登る踏ん張るための筋っていうの知らなかった。普通にてか気にも留めてなかったけど、確かに筋あるなみたいな。でもサスケあるじゃない一部な確かにいるわ。最後のそり立つ壁で使うわ。じゃあ葵は2本いるわ葵もサスケでいたいもんな確かに絶対木に登るよりそり立つ壁の時も使うもんね踏ん張りどころね。もう全然忘れちゃったよ、こうって思います。サスケ頭のあ、一部、そう、はめるって話をして、おもろすぎる。これ、あ、これもかける2か。あ、そっか。サスケ出た3本なんだ、ほんとに同じパーツは楽でいい。確かにはめながらやっちゃえばね。そっか、だからちょっと待って、これ あ、そっか、もう一個足りなかったわ。パーツ外さないといけない。で、それとそのできた B2Q と B1Q を外す。B2Q と B1Q。 なるほどね。はい。今来たけど好きなガンダムのプラモデルで関係。おお、よかった。それでは始めまして。なんかさっき6時のポケモン GO
クラブが大量発生していた。葵はカニに囲まれてめっちゃ面白かった。なんか火曜日限定なんだった。葵でも火曜日そっかって思って、火曜日か、18時からしか出ないんだって。めっちゃクラブいた。そうなんだよ、やった人いるかな。えぐい風のカニに囲まれて、よし、じゃじゃじゃーん。細かくなってきたぞー。で、B2 の9と違った、その間に青が聞いて B? ん ?9 って、下に棒があるのが9だよね。これいつも分かんなくなる、6だか9だか。よっ、9か、今日風すごかったね。なんかもうさ、春一番なのかと思う。なんか2月なのに早くね今年とかって思ってたら3月なのね。あれって思って自分でさ、ツイートしといてすっかり忘れてたけど3月なんですって。いや、なんか藤ママに、いや今日は春一番かって感じ、いやいやもう春一番この間終わってって言う、もう春二番ぐらいだと思ってた。おいが知らない間に毎年春一番を感じて、三寒四温を感じて、おいは春を迎えてたのに、いつの間にか春一番来ちゃってさ、置いてかれた気分。すっぱりそんなの聞いてない。はぁ、また落としたほどもう。よいしょ、ちっちぇと、あー、これか B1 だから B2 の9。よっ、いや今日終わんな。でもこれ完璧に、なんかおひな様にも見えて。そうなんです、おひな様のあれは冠なのかな、どうなの。これと、そっかそっか、ガッチャンコするかな。ちゃんと綺麗に切れるニッパー買った。あれ、ボーイはあれだよ、あのガンダム専用ニッパー。そう、形感入ってる。かんざし、あーそうなんだ、へー、かんざしってでもあれってなんか頭につける感じなのかな。知らなかった。みんな飾ったかな、ひな祭り、女の子け。なんかこの間あれだ、なんかテレビでスパムおにぎりをやってて、スパムおにぎりを食べたくなって、あんまり食べたことないんだけど、いや作ろうっていう話をして、さ買ってきてくれて、みじママが。なんか面白いんだよね、なんかね、ちゃんと理にかなっていて、スパムのカンカンあるじゃないですか、あれにラップを敷いて、でこのカンカンの中に一番下にスパムを敷いて、その上にご飯を敷いてってやると、勝手にスパムおにぎりの形になって出てくるって、めちゃくちゃ理にかなってんな。すごいよね、そういうやり方があったんだと思った。あ、俺ニッパーでしたっけ、ニッパー。あー、次、18に行きます。あー、さっきの17と A の13、 A の10、お久しぶりね、来た。
そうなんだ、そうなんだよ。みんなこれでスパムおにぎり作りたくなってしまう。そう、なんかあの幼稚園の時とかにやったさ、あのお砂場みたいな感じで、あのバケツにさいっぱい砂詰めてバコってやると形になるじゃん。あれみたいな感じでめちゃくちゃ理にかなってるんですよ。そういう意味なんだ。誰が発見したんだ。海苔巻いてさ、味付け海苔巻いて美味しかった。めちゃくちゃ美味しいから、やばいよあれ。よし、次、今は A の13を切ってまーす。これもかけ2だ。 A の13が2つ、なんか赤いカニちゃんみたいな。よし、爪、爪に入ったね。そうだね、いよいよもうラストスパートにかかってきています。よいしょ、オッケー。17と、よし、ガッチャンコで、あ、取れた細かいな。もうね、今18工程なんだけど、21ぐらいまで組んだ、あ、もうちょっとか、23ぐらいまで組んだら、もうあとは出来上がったパーツをカッチャンカッチャンってもうはめてくのみになります。もうただそれまでにこのパーツの残り手が全部終われるのかっていう自信がないんだけど、どうなんだろう。まだいっぱいあるけどね。あ、なんか他のガンプラで使う場合があるんでしょ。かけに、ほら、こう、よし、オッケー。あれ、待って、その続きまでやってからみんなに見せる。で、 B1 の16と B2 の16、あー、 B1 の16、 B1 の15。なるほどなるほど。あ、いっぱい出てきた。 A も C も B も出てきてるじゃん。1個出ちゃう。 B1 の16と B2 の16をまず切る。これは15と162つ分かれてる意味があるのかな。左右で違うからってことかな。よし、 B2 の、16、よく見るんやね、ほんとだよね。オーケー。あ、ん？これが16。危ない。言いながらやってないって、これわけわかんないけど。これが16。皆さん、やってる人、シャイニングじゃなくても、ガンプラ今一緒にやってる人、どうですか？進捗。16で15も切る。B1 の15と B2 の15。目がかゆいですね。なんか今日は雨だから花粉は、お、いいんじゃないと思ったら風が強かったからあんまり変わらなかった。そう、ポケモンもあるんだよね。そうそうそう、それもやりたいな。これか15で、もう一つか、15。女の子のフィギュアみたいなのあった。そうなの、そんな種類があるんだ。
どういうのだろう。プリキュア的な話ではなく、なんかさ、今ショート動画をアップしてるじゃん。でまあ、なんかこっちの動画先に出そうとか、まあいろいろ撮ってから変更することも多々あるんだけど、なんか葵の鼻声でいつ撮ったか思い出すあ、この時めっちゃ鼻声みたいそれがめっちゃ面白くて自分でだんだんなんのクーとかボグはってだいたいクーがなくなる面白い。なんでこんな鼻声なんだろうと思う。花粉の時期だと。ラブライブ、あ、そうなんだ。マジか、知らなかった。わあ、なんかちょっと待って、細かいぞこれは。ちょっと待ってよ、 A の22をまず、お靴を、わけわからなくなってきたよ。ちょっと待って、落ち着いて。あ、ミクちゃんの間、あー、なるほどね。ミクちゃんの間で、それを言ったらもう、俺はガンペラとかを作る生放送永遠にしていこうかなずっと来週はポケモンですって靴のところに、まあ、はめていくんだ。やばい、早く手つけたいのに。いまだに、でももう A のパーツはほとんどなくなってきましたよ。 A の20。うわ、マジじゃん、ほんとに終わりが近づいてる。この上やってんのかな。これさ、ニッパーで取った後とか箱の中にもういろんなカラフルなつぶつぶがさオンパレードになるんだけど、そういうもん中引いたりするの。よいしょ。22。冷やし中華めっちゃ美味しかったよ。みんなも食べたらいいのに。やっぱり美味しかった。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと待ってね、パーツも削りながら。シーツと、オゲイーポテト。あっ、よし、説明書。冷やし中華ってそんなに早いとこあるんだ。わ、俺はコンビニを信じてコンビニが出たらもうそういうもんだと思ってた。まあ、確かにそっか、まだ春なの。は、春、春、3月、3、4、12、12が冬だから、もう晴れていいんだよね。あれ？パーツが C の1、C1 の5と C2 の5、そっか、これを外さないといけない。ちょっと待ってよ、 C1 の5と C2 の5。あー、なるほどなるほど、
グレーさんですね。あんまりもう C2 とか C1 使わないことは分かんなくて、コート、いやー細けえ。誰よりもガンプラをうまく作れるように来年ぐらいにあーちょっと去年はあれだね、 HG 作ってたわ言うようになるかもしんないね。もう説明書とか見ないでやってるかもしれない。よっ C2 のこと、 C1、 いや1の子、よし、大会があんの？え、めっちゃ面白そうじゃん。速さと仕上がりって感じかな。なるほどね。一番速い人どのくらいで作るんだろうか。年一？へえ。どうして名前出るかもしれないじゃんね。これを機にハマってさ、わかんないよ人生何があるか。重大発表がありますって言って、フチアオイこの度ガンプラの大会に出ることになりました。皆さん応援よろしくお願いします。ついに出るか。この位置に取り付けます。これだっていうか、こんな感じか。よし、まあいいよ、なんか形になってきたぞ。どう？できてきた、いいね。ここまで来るとだんだんもう見えてきました。出たを綺麗に切り取りますシリーズ C1 の6と C2 の6、 OK、 これは1個ずついかないと分からない。 C1 の6と C2 の6をまず取っちゃいます。よいしょ、おおいいじゃん。6、いい感じじゃないの。だって引き続き頑張っ、よし、分かんなくなる、どっちがどっちか。6と C2 の6、あ、ちょ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 、これは9 わけわかんなくなる。6、こっちこっちこっち、もう UNO じゃん、もう UNO UNO もわかんないけど、そう、4月4日みんな開けといてね。 V カにね出演します。おめでとうってありがとうございます。 V カにってかわいいよね、カニちゃん。これが6、キコ PC の11を切っとく。うわー、いや難しいよ。ちょっと待って、8と7も切らないといけない。待って待ってよ、順番 PC の11を切る。 V カニ、葵は Day2 に出演します。そう、これが6、 PC の11を切る、 Day2 の4日ですね。11
ちょけ、残り少なくなってきた PC が。ちっちゃい PC。で、これをまず先に入れる。おお、これも間があるやつだ。あ、そっか、だからこれも掛け荷だから、あ、だから8ってことか。これで差し込んだらCD の8を切っていかないといけないね。 CD の8と、うわー細かいぞ。もうこれ終年場っていうのか、最後の方でもこれで、あと 2,3 工程やったらもう細かいところが終わります。ついに集中集中。え、8ないなった。あ、あった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 。パックマンみたいな形の8を切ります。正念場？いや、おい、なんて言った？え、正念場ってやらなくて、今シーズン前の記憶は終年場って言ったのか、正念場です。よいしょ。これははめるだけだから、ちょっとぬめきれいにとって、これが C2 の8と C1 の8で、ちょっと組み立てだけになってきたらもうフリージアを歌うかな俺は今は無理だけど、もうこっからはパチンパチン入れるだけやーってなってたらフリージアを歌います。みんなで合唱して完成まで導きたいと。フリージアを何周するかよし。と C1 の7と C2 の7、あ、違う、これもう一個だ。わかんなくなっていたぞ。あ、7を先に切んないと両側にはめられないから、 C1 の7ともう切っちゃうんだ。なるひそー。今日は火曜日。なるほどね。77を切るんじゃなくて7878っていう切り方をしないとこれ左右が分かんなくなるんだ。なるー、今気づいた。もう終盤なのに違う、フリージア、まあ、そこはもうフリージアやめとこうか違うからフリージアはちょっと違う時にやりますか。今から視聴します、頑張って、ありがとう。もうちょっとだよ、終年場ですパッチン、丸いのが上で真ん中に差し込む。組み付け位置が丁寧に書いてあります。
青いの後頭部じゃん。頭上だけ見てるみんなちょっと怖気味に。向き気をつけて。わかった。なるほどね。ここパチンってやっちゃうと間違えちゃったら剥がれなくなる。 OK。 丸いのが上で78のこういう向きを間違えないようにしないと。はい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 、ほい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 。ちょっと汚くなってきた切り方。こんな感じ。これで合ってるはず。細けー。いや、あっという間だったな。でも意外となんか最初がやっぱ一番理解するまでに時間かかったけど、慣れてきたらスッスッスッと。まあそっか、おうちでやるのと放送でやるの違うかもしれないけど、膝だーって膝だ確かに。膝よし。ちょっちゃなー。よっしゃー。よし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 。次。ビーチ。30。おー、ついに31。先にこれはあれか。吹き出しのところは先やるから、C1 の9と PC の1を切る。はあ、PC1 が斜めにならないように水平にはめ込んでください。リオッケー。 PC の1。はいはいはい、たくさんある中の1ですね。もう覚えましたよ。 PC の1は PC の1と C1 の9。9、UNO のやつね。9、オッケーオッケー。もう6は切ったから、なんか残り少なくなってきた。寂しいね。もうスカスカになってきたよ。よっ、ニッパーって誰が考えたんだろう。すごい形してるね。工具だ、工具。よいしょー。どこか、これは綺麗に撮るって書いてないか。まあ、基本綺麗に撮る方がいいのか。斜めにならないようにシリーズは。よし、これははみ出。向きに気をつけて、CH の9をこう構えてピンって印が間違いないでねって書いてえ、これそんな向きある、あるか、あるわ。こう、できた。あ、斜めになってるわ斜めになってるあ、斜めになんないでねって書いてあるとこはちゃんと斜めになるね。すごいね、これ思ったんだろうね、きっと。これ説明書を作ってくださる方が、いやこれ斜めになるなーって思って、いやちょっと葵ちゃんが作るだろうから書いとこうっていうふうにやってくれてんの。ちゃーんと一発で斜めになるなるほど、細かい、ちっちゃいよ。でこれでさっき作ったパーツ、あ違うわ、あそうだわ、これか、違うわ。 B1 の31じゃ、これをまずみんなにこうやって細っけーってところを見せてる間に B1 の31と B1 の34を切ります。B は白、
あ、絡まってる B と B が。もう31だってよ。最終回じゃん。よしよしよし。なんかそれこそショート動画とかでガンダムシリーズをちょっとずつ歌ったりしたいな。今日はフリージアでいい今日はフリージアでちょっとファーってなるかもしれない。これが B1 の 31B1 の 34! イエーイ !4! あった。わあ、なんかもう大きいパーツしかなくなってきたよ。いやこれじゃん。これがで、PC1 とあ、さっきの組み立てたみんなに見せたの撤収し、なるほどね。と PC1 をさらにもう一個、はあはあはあ、じゃこれ2だから。危ない危ない危ない。1の下に2がフェイント的にあるいるよ私もいるよって感じ。危ない、2切れとこだ。で、PC1 を上にはめて、下からさっき作った関節部分かをはめる。うわやば、もうできてきた。うわすごいすごい、もう足が足に。入らないと多分動かない。こうかな。よし、みんな見てチェック、チェック過激だ、チェック。次その間に切ってよ。22 19 19 B1 の12と、まあ待って待って、わかんなくなってきて、この工程の番号が出てきても、待って待って、 B1 の4、 B1 の12はまだ切ってないかな。いいですいいです、出ました。ありがとうございます、よかったです、許可が下りたい。 B1 の12を切って、よし。で、19と20、はい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 、みんなにチェックしてもらったのを撤収し、19か、これ19はこれ、そっか、どっちでもいいのか。19とこう、これこれは掛け2、掛け2ではないけど、同じのを作るはめ、作るはめ、作るはめを繰り返すっていう意味かな、これ形一緒だもんね。ああ、一緒だね。あ、やっとあれだよ、なんかビームソードが見えてきたよ、説明書のページで。
やっと手に持たせられる時が来た。一個できた。でもう一つは B 同じ工程でいいってことだよね。はめる33と違うわ。俺とんでもない飛ばし方をしてた。待って21。待てよ。 B1 の10だった。先に B1 の10。あ、これか。 なぜかの次の下の段に行ってた。 B1 の10。うわ、ねぎできてきた足。左足になるのかな、これが。はい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 。あー、なんかこの工程一個一個を見てると、なんかこれどこの部分なんだろうなってくるけど、だんだん進むについて、あー膝ねみたいなこのなんか瞬間がいいね。ハマりそうだね。どうだと、足だ、足までつけるんだ。なるほど。待って、これ待ってよ、向き間違えね。18の時に作ったやつって言われてもですよ。左ってことかね。おーおーおー、なんかいっぱい出てきたよ。待て足と A の11も必要なのか。なるほどね。ちょっと待って、ここ間違えちゃいけない。足が必要なパーツがまだありました。しかもほら、シール A の11。はい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 、なるほど。ここにシールを。これはどれで、ここで大丈夫で、あー、コメントいただきまして、よし。あ、違う C だ、 C。 これ向き間違えないんですね。待って、これ途中で切れちゃうんだけど。これいっぺんにほぐせる C で、切り目が入ってる。と、綺麗に貼れた。と、C1 の3。C でこんな感じないように。あ、先に組むっていうのがあるんだ。なるほど。あー、 C1 の3を先に組まないといけない。 C1 の3、 C1 の3、 C1 の3。
違うか、新一のサーブも切ったやつか。あ、ん？あれ？新一のさん？これが切れちゃってた。危な、落ちてた落ちてた。ないなったらこれは大変な。新一のさん。よし。で、みんなに見せたやつを撤収し、くっつけると。なるほど。先に組む。これを間違えたらいけない。なるほどね。関節のところに左足、これは左足を組む。合ってんのかこれ。シール貼ったでしょ。先に組むを入れ込んで、あ、でもこれはめ入れだけだ、パチン。いい感じで、これをもう一つ PC1 と B1 の30の前に、違うよ、吹き出し見つけたわ。 C2、C2 の9。あ、こんなとこだね。ん ?9。 はあ、なるほどね。吹き出しを先に入れつつ、取りつつ、ぬめぬめとって、よし。いや、うまく取れない。あー、よし。 C、C2、9と PC1、 OKOKOK、 PC1 で、これはね、斜めにならないように、一発目斜めにならないように、同じ工程だね。はい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 。これで反対側の足がの上半身ができてくるってことだね。足完成おめでとうもうちょっとで反対の足までいけます。ただ B1 に入ると、 B1、 B1 の30。はいはいはい、やばい、もう終わってしまう。 B1 の30と、よし、よしと、33、 B1 の33、パッ、よっ、よいしょ。
けて先に上に PC 値をはめつつ下。おお、キョ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 。みんな追いついた？待って、PC 行こう。あれ PC 値もう一個ある。 PC 値これか。PC 値を、あ、もう一個か。追い抜いた。だから言っといちよ。間に合うよって手加減しないと絶対抜かねえと思った。よし、終わった。早くない？で、ちょっとフリージャー先歌ってて。よし、これで、さっきの19と、20か。ここまでいった。よし、よし。の間に、19と20と、B2、12、武器注意。オッケー、B2、12、武器注意。よ、アススパート頑張って、ありがとう。 B212 武器注意。B212 武器注意。 B212 武器救急。よいしょ。よし、切れた、きれいに。で、これはカッチャンカッチャンってはめるだけ。19の、向きが、穴が開いてる方が反対向きに決まるよ。で、20のなんかトンネルみたいになってる方を左。ここ先組み立ててから、あー、なるほどね、足に行くよって。こうかな。よし、チュンチュンチュ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 。まだ見せなくてもだ。ちょっと待って、飲み物を飲んだかい。できました。ということで、今日は嘘です。ということですよ。反対の足がもうすぐ完成します。ちょーつっちょー、こうか。この3つを、あー、足が足がよいしょ。足入る、あ、違う、まだもう一個だな。違うわ、切らなきゃいけないんだ。 B2 の12、そう、いつも忘れちゃう。 B2 の12、かわいそうに。 B2 の12はいつも忘れられて、いるがいる。あれ、 B2 の12ん、違うな、 B2 の10だな。 B2 の10だ。よし、
なんかもう反対向きに書いてあるだけで分かんなくなる。難しいね。さっきと反対なだけなんだけど。よしよしよし。向きを変えます。なんやって、これあれだ、さっきの、あ、違うわ、足はもう撤収したから、さっきの足の続きに向きを変えて、シール、よし、 A の北尾シール、お年越し頑張れ、ありがとう。 A の10にシールを貼ります。はい、いや、シールも残り少しになってまいりました。寂しいな。お、のシールを貼ります。お、で、先に雲を忘れずに、あ、だからここで先に雲を忘れずに C2 の3を切るんだ。結局ね、手抜き使ってない。もう細かい、あ、だもう細かいの後で出てくるかもしんないけど、 A のシールも大きかったから大丈夫。かわいそうに。食べたの？美味しかった？あ、うま、買ってみよっかな、じゃあ。じゃあ。よし。シーネの3を取りました。そう、あのなんかファミマにちくわパンっていうのを売ってて、これはどんな感じなのかなと思って、過激団食べた人ってツイートしたのか、みんな、あ、今買ってこようみたいな。みんな食べてて美味しいよって言ってた。なんかそんなに違和感がないって。最近はね、まあ、もっぱらコーンパンと、あとなんだっけ、あのファミマの初スパチャです、ありがとうございます、ありがとう。なんかファミマのなんかなんだっけな、マーガリン岩塩なんとかパンみたいな、ちょっとブログも書くんだけど、なんかそのパンがね、もう今日は甘いもの摂取するっていう日はなんか食べて、すっごいなんか濃厚なマーガリンをこんなに口に入れるのは久しぶりだみたいな。昔からあるちくわパン、そうなんだ、知らなかった。これか、こうかな、これで足、いや、できた、はぁ、よいしょ、いやー、ちゃっちゃのー、よいしょー、これで足が、そして両足入れて、はい、もう細かいところ25番、 C1 の18、 C1 の18、C1 の18、 C1、 おー、なんかまた見たことないパーツが出てきたよ。
ガンプラじゃないけど作業しながら聞いてます。お、ありがとうございます。お、さんよ、なるほどね。これはどうなるんだ。C1-18 と PC1 と PC10 かけ2ってことかな。これ PC10 かけ2 PC ほら PC、 あ、PC が見失うところ。 PC の1と10おお、意外と使い切るもんだね。1もあんなにあったのに、もうあと残り1個になった。これを組み合わせる。と、あれ PC… あ、もう1個か。 PC10 が2つか、そうかそうか。かけ2よし、これははめるだけ。なるほどね。腰んとこ露感。ほう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 、ついに要の部分、上半身はもうできてるので、足を、両足を作って腰を今取り掛かって、最後にカシャンカシャンっていう感じが。うわ、ついに、やば、嬉しいもんですね。で、これができたら、C1-19 グ、ありがとう、グ。 C1-19C1-19、なかなかの大きさ。やっぱ腰だから要が。いや、 C1-19 と PC の1、はいはいはい、PC の、あ、残り最後の PC の1だ。キャー、お、合わせる、組み付け1。あー、なるほどね。真ん中に両端でカチャンってはめるところが出て、うわ、向きむずい。これなんか斜めに入るようになってる。これは斜めでいいのか。結構ガチって言ったけど大丈夫かこれ。で、ちょっとガチガチのところ削ります。この辺は目立つね、真ん中だから。ちゃんちゃん、うわー、ドドッドー。よし、ここまでお疲れ様。ミルクティーでも飲んでね。ありがとうございます。できたー。そして、うわ、これいっぱい切るとこあるよ。今のが、25番で、覚えておく。今のが25番で、今から切るところが B1 の35が先で。うわ、シール、シール、いっぱい出てきた。まず B1 の18を切るか。 B1 の18、待ってね、みんなシール貼りたいだろうけど、
先にやる監督になるか切って今度は細かそうですよ、シール。よし、これがビーチの18、次ビーチの35。よし、うおー、大きい部分ですね。だんだん腰が出来上がってきます。シール割りってなんであんなさ、ちっちゃい頃ってシール貼りたくなるんだろうね。おいのーい、言えば一箇所だけ許されてたな、ここだけ貼っていいよみたいな。で、ページ18、1と2、5、あ、シール、そうそうそう、シールシール。これで、シとクのシールを反対側に貼る。はい、リ。ちっちぃ、これは毛抜きいるぞ。残りラストシールじゃない、これ。寂しい。細か。おにぎりに貼るようなシール。よし。しとくを。はい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 、早くみんなにシール見せたいの。で、 A の17っていうのはここで切り取、あ、待ってよ、これ A の17っていうのは切り取らないといけない気がしてきた。シールだけじゃなくて A の17、何やってくど、A の17、え、これか、部品か、すごい、縁かと思ってた。みんなも今画面に出てると思うけど、これはほら、だって右にもさ、四角いの似てるのあるけど、この A の17のはちゃんとした部品でした。危ない、わかり。右んとこは切んないけど、こっちは A の17なんてないと思って、めっちゃ焦った。ここでさ、パーツなくすとかさ、ショックすぎる。よかった。で、これを上のところに、ああ、なるほど、はめるんだ。ちょっと窓みたいな感じで、で、25か、ん ?25、あ、25、そうだ、さっきの25、覚えて、いや、覚えてよって言ったやつ、これをはめれんだ。なるほどー、できてきたぞー。いいね、いいね、きた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 、ついに。よし、みんな見て、いいですね、できてきたよ。この間に切っとこう。これほら、赤いところシールじゃなくて、やっぱはめると違いますね。よし、 B1 の17を切ります。違うわ、吹き出しが、 B1 の23が先か、 B1 の
23ビーチの23、うん、よいしょ、よいしょ、ビーチの23、ビーチの23と、ビーチの20、かわいい三角形がついております。見えないよ、ちょっと見えないか、画像はね、あれだけど、ちっちゃい三角形が、印がついております。サイドアーム、よいしょ、よいしょ、ここを押さえないように注意。あ、さっきの三角形のところを押さえたら折れんのかな。なるほど、気をつけてって書いてある。ん？ビーチの17を左に差し込み、あ、違うわ、ビーチの、そうか、ここは切んないといけないのか、ビーチの、そうかそうか、ここでビーチの17に行くの、なるほどなるほど、ビーチの17とビーチの32か、はぁ、スカスカになってきた。よいしょ、きれいに取っとこう。よし、ほんと？これが17と32、キョキョキョ、おお、え、ビーチ終了じゃない？これもしや、まさか、いやー、ラストだ、よし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 、ついに終わってしまう。嬉しいやら寂しいやら、これをさっきの最後まで見れないので完成前祝いです。頑張ってね、ありがとうありがとう。なるほど、なんか手が白くなってきたんだけど。で、あ、ん？で、さっきのくっつけるのか、ガッチャンだ、もううわー、ついに腰の部分が完成します。これで、よっ、こっちか、後ろからはめるから、で、ここを押さえるように注意、三角形を押さない、こう、こういうことから、よっ、ちゃーん、よし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 、見てー、よし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 、オッケー、ではラストスパートにかかります。 PC の2を切る。PC の、ん？ 2、あー、はいはいはい、最後にちっちゃいのがついてたやつか。 PC の2と、C1 の25、はい、
覚えた。分人生で一番 CH とか B1 とか言ったこんなに言ったことない。なんて、CH の25。あーそっか、これなんか部品じゃないように見える。駅の出口、確かに地下鉄だと。そっか、 H 出口とかいい。あれ、上はさ、あまり地図が得意じゃないから、あの CH の出口とか A2 がとかいうのがもう命で、結局なんかその駅からの行き先が書いてあってもマップがあっても、その出口が分かんないとなんか全然違ったりするじゃないですか。あの東口とか A2 とか書いてくださってるホームページは大好きですすごい助かる、あれで。これを上にちょんってするから、ここの作ったやつに足もいるのか。おしいもいる。よしよし。名古屋の地下鉄はもう迷路。あー、なるほどね。多いってこと？種類が多いってことかな。CH の25が効いてるね。いやー、手が見えてきたよ、手が。ところに PC2 を差し込みつつ、27で作った腰部、腰部って読むのこれ、腰部腰部を、あーなるほどね。足、待って待って待って、落ち着いて。下から見た図、下からってことはこういうこと。スカートの下からこうやって見るような感じってことかな。向きを間違えないように、1、2、こう、こう、これで合ってる。形的には良さそう。いや、これみんなに見せない方がいいかな。ちょっと撮っとくか、そろそろ撮っとこうかな。もうあとガッチャンガッチャンしていくだけなんだよね。待ってよ、これで、もう16？もうはめるだけになってきたよ。とはいえね、なんか最後にね、怒涛な細かいラッシュがあるんですけど、待って、これとこれはもうね、上から下からはめるだけ、花火みたいな、上から見るか下からはめるかみたいな。これって2で作る、2だと、いつの話。コアランダ、あー、これか。これをこの31と32の細かい工程が終わったら、ちょっともう仕上げのフリージアタイムかな。今びっくりした。うわ、ちょっとみんな楽しみにしてて。よし、では細かい、ラスト細かいですね。 CH の10、CH の10、CH の21、CH の22。はいはいはい。あー、もう手ですよ、手。なるほど。ラステ、ラステ、ラステです。ん？うわー、はめ込んでくれ、動くようになってるから、丸いんだ。おー、ついに。いや、でも2週で終わってよかったね。葵はなんかもう3ヶ月ぐらい覚悟してたけど意外と、まあ、ただお家に進めてなかったら1
ダメだったかもね。 C の21、 C1 の10、 C1 の10、 C1 の10、 おや C1 の10、 あ、これがもうダメだ、パーツに見えないや、やつだ。これで、C1 の10、 C1 の22 てーだ、てー、ポケモン懐かしい、てーでかいっていう名前やつけポケゴーで出てくると、あ、てーでかいな、久しぶりだ、ドリューズはいはいはい、もう同じ工程をカチャンカチャンってやっていくだけだ。ちょっとこれではめつつ、はめてから切った方がいいな、これは。次、C1 の24、10、23、24、10、23。え、23を？あ、言ったか。24、10、23。よし。これが、23で、次が24。言いながらやないと、おお、わかんなくなるのか。反対側みたいなことがあるから、ちゃんと。これが24。ちっちゃい。24で最後に C2 の10 C2 の C2 C2 C1 じゃなかった、危ない危ない。よし。で、これもパッチンと。おー、ラストパッチン作業じゃない、これ。もうあとビームソードになるよ。細かーい。グーって言ってる、グーって。はい、それでは。ソードをいよいよ切り離しながら仕上げにかかっていきたいと思います。だがしかし、ちょっと歌途切れ途切れになるかもしれないけど、フリーチェ歌おう。じゃまず B1 の26、 B2 の1、いっぱい切るところはある。ビームソードかっこ短いとかっこ長いがありますよし、 B1 感動のラスト本当だよ。 B1 の26、
か。ちいしい。オープニングとかじゃショートで歌おう。これが26。うわ、ちょっと待てよ、これ待てよ、わかんなくなるぞ。29と B2 の、待てよ、1？ ここに来て1が出てくんだ、すごい。B1 の1と熱いね。これはもう終わりですよ。これが26。で、B2 の1。違うわ。B1 の1か。で、B2 の1。ソードが出てきた。漂う空のどこか遠く、祈りつづる星がある。ちょっと待って、めっちゃむずい。星があるとしたら僕らはそこへ向かうのだろうかそして何を祈るのだろう。果たせなかった約束や、Yeah. 犠牲になった高潔の光、残るものなど何もないとしても、今は信じた道をただ進め。手首を外しておきますここに来て手首を外しておきます。かしこまりました。希望の花、つないだ絆が今僕らの胸の中にあるから、決して散ることのない生きる力、希望の花、つないだ絆をよし力にして、明日を強く咲き誇れ。戻る場所なんてない、たどり着くべき場所へと、迷いのない旗を高く掲げて、今を生きていく。でもこう、かつていただろうか、シャイニングのガンプラを作りながら、ニッパーで切りながら、フリーチを打つしっちゃかめっちゃかこれでめっちゃ難しいよ。今もう脳みそ3つぐらい使ってるサライ的な確かに。ちょ、でもこれがビームソードでネバー歌
2番、歌詞が、ちょっとシャイニングの低音を切りながら、危ない親指、これは切り落としちゃいけないやつ。見えないものに怯えていた、たゆむことないこの世界の中、それでも一つ心の波間に変わらないものを浮かべながら、希望の花、つないだ絆が今僕らの、違うわ、力に、違う、合ってるわ、胸の中にあるから、ほころびを縫い合い強くなれる、希望の花、つないだ絆を力にして、明日を強く咲き誇れ。何のため向かうのか見失いそうな時に、守り抜きたいものがあること、気づいたんだ。傷を隠し、一人泣いた夜に、おい、くれた優しさ、溢れ出したのは未来を誓った決意の涙。B2 の17余ってるんだが、え、怖すぎ、嘘、合ってるこりゃ、おい忘れてる、希望の花、合ってるかな、つないだ絆が今僕らの胸の中にあるから、決して散ることのない生きる力、希望の花、つないだ絆を力にして、明日を強く咲き誇れ。戻る場所なんてない、たどるべき、たどり着くべき場所へと、迷いのない旗を高く掲げて、今を生きていく。うわ、完成間近でございます。ついに、あとははめるだけ。よし、あ、結構ハマりのパーツある、あ、よかった、焦った、びっくりした、ここへ来てと思っちゃった。さてさてさて、いや、かっこよ、もうちょっと、よしよしよし、今に来てちょっと羽が甘い、ちょっと待って、これあれだね、ガチャンってやると浮いちゃったりするところがあるね、
ここもうちょっとはめとけばよかったみたいなところがたった最後に出てくるっていう。なるほどなるほど。あーいやーかっこいい。最後の手が多い手が待って自分の手とシャイニングの手とソードをこれはめていかないといけないな。そっかそっか違うんだ。上の元に手がゴロゴロ転がってるんだけど、はまるのかこれ。待って最後むずくないこれ。表のカラーのところのシチュエーションを見てるんだけど今。ちょっとしばし上のアンテナをご覧ください。しようしようしよう。あー、ちっちゃい手をシャイニングの中に入れ込むってことか。はーなんかはまんないんだから。ちょっと待って、ただみんなにはこれ見せたくないからもう一度。なんかはまんない。シャイニングの中にさ、普通のさ、なんていうの、ちっちゃいシャイニングの外に大きいシャイニングがここはまるようになってるんだけど。あれあれかな、鳥がうまかったのかな。穴はね合ってると思う。手がでっかくだね。そうそうそう、その通り。手？こんなに最後が難しいとは。立つ、立つ、立つか。そう、おててんところ。あー、待てよ。グーと見せかけ、反対側にこれ普通の手をつけるってこと？シャイニングやってる人いる？これ両手にさ、あのシャイニングの手はまる感じになってる？フィンガーの部分。そう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 、シャイニングフィンガーの部分。しっかりはま、乗せる感じ。あーなるほどね。はいはい、理解理解理解。なるほどなるほど、そういうことか。カチッとはいかないってことか。なるほどね。じゃあちょっと待って、これカメラの前で立てるときにはまんないからグーッと見せかけグーッと見せかけて乗せる。そのグーじゃないあー結構はまるっていうよりも添えるものが多いってことか。なるほど、よかった聞いた。永遠にこれはまらんはまらんってやってるとこだった。はいはいはい、ちょっと待って、ここのこれだけ綺麗に取っといた方がいい。よし、あとはソード。シャイニングが作ったの。そうです、初ガンプラ。なるほどね。だから手のパーツは
これシャイニング使ってるときは使わないってことか。なるほど。だから葵の元に手がゴロゴロ転がっているんですね。はい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 。で、反対側の顔の方、手は余る。なるほど、聞いといてよかった。いえいえね、あの謎解きパズルするところだった。初めてのこの難関が。なるほど、これ座ってちょっと持ってくわ。持ってけるかな、シャドウ。よし、できた。なるほど、聞いてよかった。永遠で悩むと付け替えて遊ぶ。よかった、聞いといて。そういうことか。よし、それでは皆さん一緒に先見ましょう。じゃーん、ちょっとそっと持ってくわ。これはこれは見てください、二周のチャッチャだー。イエーイ、できたー。彼らが入るかな、シャイニングの手が。できた、はー、やったぜー。では念願のいきます。俺のこの手が光ってうねる、お前を倒せと輝き叫ぶ、偏差値シャイニングビンゴー、完成しました。やったー、できたできたできた、やったやった。なるほど、あー、最後の最後でみんなありがとう、シャイニングビンゴー、よかったー。いやー、ありがとうございました。ということで、いやー、ちょっと待って、お知らせもあるか、あの館内でねいや、ついに完成ですよ。まあ、先週、先々週やって、まあ、お家でちょっとやりましたが、なんとか2週の定期生放送の間でできました。でかい、ほんとだよ、結構でかい。しかも見て、このシャイニングフィンガー超大きいね。カメラに向かって遠近法もバッチリ、こうかこうかみたいになってます。あ、たくさんお祝いありがとうございます。ついにガンダム、ガンダム念願の行けました、ありがとうございます。そうだよ、シャイニングフィンガーソードもついているとか、それを付け替えて遊べるってことか。おめでとう、完成ありがとう。いやー、最後の最後に、なるほどね。ということで、ちょっとお知らせをしたいと思います。フィジャオイセカンドセカンドアルバムシンビジウムが3月24日に発売されるのですが、その買ってくださった皆さん全員とですね、なんとアオイサシでお話しさせていただきます。そのお知らせがこちら。ちょっとね、詳細が増えました。いやー、ということで、購入者全員参加、葵と差しでリモートトークかっこかり、通常版のシリアル1枚につき20秒ですね。そして特装版はシリアル1枚につき60秒で、まぁ、ちょっと皆さんの人数を、まぁ、ちょっともうほんとなるべく長く長くといろいろ計算したんですが、この形が一番いいかなと、皆さんお待たせする時間とか日数とか考えてどうかなと、まあちょっと過去仮に絶賛考え中なんですけれども思っております。で、もうね、いろいろたくさんいろんなバージョン のグッズがついてるの買ったよとか、これからいろんな店舗さんの買おうと思ってたって、複数買ってくださる方がいらっしゃると思うんですけれども、質問にもいただきましたが、複数枚ご購入の場合は時間を合計いたします。ちょっとせっかくね、買っていただいた、いや、ちょっと、いや、20秒しかっていうのはあれなので、合計という形を取らせてください。よろしくお願いします。なので、多分なんですけれども、1日で全部やってしまうんではなくて、4月の
後ろの方かなから始まって、人によっては5月ですとか6月ですとかっていう風になっていくんじゃないかなと思います。なので、あ、もうこの日しか空いてないから参加できないとかそういうことはないと思いますので、よろしくお願いします。で、その日数とか何日に買ったらこのイベント参加できるんですかとか、詳細今絶賛詰め詰め中ですので、参加方法など詳細もうちょっと、もうしばらくお待ちください。6月とかね、夏になってる方もいらっしゃるかもしれませんが、もしよかったら葵とお話ししましょうというね、感じで。で、あ、なるほどね、上限なくていいのっていうご心配、あー、なるほど、ご心配いただいてるんですけれども、今回の場合は初回の生産分のやつにシリアルコードが入っています。なので、5年後の青いとかそういう風にはならないので、初回生産分のやつにシリアルコードの紙が入っているので、永遠にという問題です。ありがとう、心配してくれて。そういうことになっております。お話嬉しい、ありがとうございます。よかったよかった。ということで、そしてスクショとか大丈夫かな、まあそんな細かいことはまだ書いてないから大丈夫だと思うんですけれども、もちろん緊張しちゃって喋れないみたいな方はね、無理にっていうことはないので大丈夫です。はーい、5年はやばい大丈夫です。それはシリアルコード、そうなんですよ、大丈夫かな。はい、ということで進捗のご報告でした。詳細細かいところはもう少しだけ待ってください。ちょっと葵もね、あ、そうそう、だからその短い時間のね、20秒の中でどうやってお話しするかとかって、葵からこう話しかけた方がいいとか、逆になんかちょっと話したいことあるので、葵ちょっと最初の方は喋らないでくださいとか、そういうのもなんかスムーズにね決めていけたらいいなと思うので、もうちょっと日にちが近くなったらこういう風にしようみたいな、みんなとなんかこう約束みたいな感じで決めていけたらいいなっていう風に思っております。はい、ということで、まずはセカンドアルバムのイベントのお知らせでした。そしてさっきもお話ししたんですけれども、 V カーニバル4月4日ですね、葵はデイ2の方です、間違えないようにデイ2に出演させていただきます。もうね、約1ヶ月、明日3日だからね、1ヶ月後になるんですけれども、そちらもぜひぜひ見てください。デイ2です。はい、よろしくお願いします。ということで、無事に2週にわたってガンプラ、あー、よかった、完成いたしました。ちょっと葵は飾りつつ、まあ、騒動を取り替えつつという感じで、せっかくなので遊びたいと思います。で、そうで、この後の来週とかなんだけれども、せっかくなので墨入れとかまでやってみたいなと思っていまして、まあ、せっかくの初めてのガンプラなので、まあ、墨入れと、あとサンドっていうんだっけ、削るやつをちょっと、やサンディングまではやっていけたらいいなって、それでまあちょっと影みたいな感じでかっこいいところまでして完成したいなっていう風に思っております。あー、楽しかった、めっちゃ楽しかった、まあ、これはねちょっと皆さんみたいにハマってしまうのが分かるわ。いろんな種類があるから、シャイニングシリーズでちょっと詰めてもいいんだけど、ちょっといろんなのも見てみますね。ということで、初めてのガンプラ生放送無事に完成しました。ありがとうございました。それではおやすみなさい、バイバーイ。最後しょっぱちゃん読みますね、おやすみ、バイバイ。はい、それでは再びこんばんは、皆さんたくさんお祝いありがとうございます。ちょっと待ってね、ちょっと準備します、よいしょ、うん、よっ、少々お待ち。
で、うお、みんな声聞こえてるかな。ちょっと待ってね。聞こえてる。あ、よかった。少々お待ちください。こんな時に限ったアクシデントが。少々お待ち。あははは、ちょっと待ってね。お、いけそうです。お待たせしました。はい、お待たせしました。よし、それではありがとうございました。今日もお祝いたくさんありがとうございます。ルースさん、ありがとう。クーパーさん、ありがとう。ケラさん、ありがとう。キャモトノンバさん、ありがとう。ミンメイさん、ありがとう。パンキさん、ありがとう。ミミチェンさん、ありがとう。大輔さん、ありがとう。ごきげんさん、ありがとう。チケンアナグマさん、ありがとう。タルさん、ありがとう。黒ネギさん、ありがとう。ハスイエラさん、ありがとう。マッサンさん、ありがとう。アマガミさん、ありがとう。スイスさん、ありがとう。エストスさん、ありがとう。カウーレさん、ありがとう。ガクトおじさんさん、ありがとう。教授用電子学さん、ありがとうございます。マラリンさん、ありがとう。なんて読むんだろう。しらしらしらうあめさんかな。しらしらしらうさんかな。今度読み方教えてください。ありがとう。おぎそさん、おぎそとおじさん、ありがとうございます。へえ、きよしさんって読むのかな。平の、あ、平の鍵きよやばいやばい。平の鍵きよさん、ありがとうございます。グローリアさん、ありがとうございます。ナベゾウさん、ありがとう。アナベルガッドーさん、ありがとう。スネックテイシローさん、ありがとう。赤木さん、ありがとう。ジャグラーさん、ありがとう。ヒューテさん、ありがとう。ウォンさん、ありがとう。黒曜石さん、ありがとう。桜みどりさん、ありがとう。ミミセイさん、ありがとう。ジェイコブ・ハスさん、ありがとう。名もなき兵隊マスティさん、ありがとう。コトネキョアッシーさん、ありがとう。黒ネギさん、ありがとう。ウォッさん、ありがとう。ニーネカさん、ありがとう。コトネキョアッシンさん、ありがとう。ダマオさん、ありがとう。キヤモトノンバさん、ありがとう。リョウガさん、ありがとう。アキトワさん、ありがとう。ゴリアテさん、ありがとう。マトさん、ありがとう。ジャックさん、ありがとう。ヨンさん、ありがとう。ウォッさん、ありがとう。ヒエッセキーさんかな。ハイエイス、ヒエイスキーさん、ありがとう。フクトジさん、違うか。ヒエイスカイさん、ありがとう。フクトジさん、ありがとう。トムさん、ありがとう。カウーズさん、ありがとう。コタロウさん、ありがとう。クロノさん、ありがとう。ムラネプさん、ありがとう。ショウさん、ありがとう。みやびさん、ありがとう。伊能さん、ありがとう。トレジャーさんかな。トラジャーさん、ありがとう。大内さん、ありがとう。エネラグラムさん、ありがとう。赤木さん、ありがとう。カモさん、ありがとう。ワキワキさん、ありがとう。エリビリア、違うな。エリビラローバカヤさん、違うな。エリビアロフスカヤさんかな。ありがとう。ユゲリさん、ありがとう。コードミラージュさん、ありがとう。チディジカさん、ありがとう。クラゲさん、ありがとう。タヌキさん、動物ゾーン、ありがとう。ジャグラーさん、ありがとう。カキッチさん、ありがとう。439C3Qさんかな。ヨサクさんか。ヨサクさん、ありがとう。ウロ様さん、ありがとう。メイメイさん、ありがとう。アイバシューさん、ありがとうございます。おお、ちょっと待ってよ。コピーができるかな。読み方を検索します。日本語オンテクトさんかな。間違ってたらごめんね。オンテクトさん、ありがとうございます。そしてはい、ニンボイさん、
いつもエボニーもとばちゃん、エボニーツーさんありがとうございます。プーパープーさんありがとうございます。キャベツーさんありがとうございます。はい、以上かな。そうでして、よいしょ。まだいらっしゃ、キャベツさんは言う、名もなき兵隊マスティさんありがとうございます。ジャガーさんありがとうございます。ヒートたけしさんありがとう。黒ネギさんありがとう。おでんわさびさんありがとう。大輔さんありがとう。キラヤマトさんありがとう。ガンモさんありがとう。オレンジソーダとカツ丼さんありがとう。黒玉ガンチさんありがとう。赤とくんありがとう。ショゴヤンさんありがとう。ごきげんさんありがとう。りょうじさんありがとう。ふぎむにさんありがとう。アルペンシュトさんありがとう。そしてラピスさんありがとう。ありがとうございます。たくさん今日もありがとうございます。全員読めたかな。あ、大丈夫そうですね。更新しても出てこないので OK です。ありがとうございました。皆さんたくさんありがとうございます。それでは本日もありがとうございました。夜遅くまで見てくれて、おやすみなさい。またね。二度目のおやすみ、バイバーイ。